つけた。ああ分かってくれとは言わないが、そんなに俺が悪いのか。ララバイララバイおやすみよ、ギザギザハートの子守。恋したあの子と二人して街を出ようと決めたのさ。駅のホームで捕まって力任せに殴られた。ああ分かってくれとは言わないが、そんなに俺が悪いのか。ララバイララバイおやすみよ、ギザギザハートの子守。死んだのさ、とってもいいやつだったのに。ガードレールに鼻添えて青春あばよと泣いたのさ。ああ分かってくれとは言わないが、そんなに俺が悪いのか。ララバイララバイおやすみよ、ギザギザハートの子守。心を縛られて夢は机で削られて、卒業式だと言うけれど何を卒業するのだろう。ああ分かってくれとは言わないが、そんなに俺が悪いのか。ララバイララバイおやすみよ、ギザギザハートの子守。
だよ秘密の二人のダイアリー。大事な胸のウォウォウォウ、思い出壊すスキャンダル、俺たちそっとしておいてくれよ。Cry cry cry。 切ない恋にかけたよあのこと、スキャンダル。おはようございます。3月8日です。 3月8日ですね。3月8日ですね。それでですね、西の方爆発しろということですね。まあ全国爆発すればいいのにっていうふうに思いますけど、どうでしょうか。ありがとうございます、菅原さん。から任せアスファルトを蹴っ飛ばしたぜ、お前やつの腕に抱かれ帰った部屋、きっと二人シャナナでハーフレイ、窓の明かり見上げて Make me cry。 渋いやつや派手なやつに振られるたび、いつも俺の胸を借りて泣いてたよね。誰よりさ友達だって友情決めるたび心で泣いてたよ。びっしりハートに隠した I love you。夜の通りを見た、ビルの影に隠れたのさ、悲しくなる、まるで妹みたいだって言った。俺がバカだね Make me cry。 恋の天使、辛い気持ちおもちゃにして涙の数集めるからびしょ濡れだよ。この胸に綴ったラブレター、影が重なる時鳴らしたバイクのクラクション、心の叫びを届けておくれよ。
ということでね、汗がすごい目に染みて困ってますが、次の曲いきます、ワンナイトジゴロ。Get down 退屈とグラス合わせ、キスは遊戯の日が消さ Can I dance with you Kill you 背中に針を落とせば夜は豊の愛のカクテル酔いしれて Hey mother Come on 味わいな One night 時頃ウォーカーとムスクの香り残し One night 時頃お前の寂しさでこの胸孤独を消してくれ。第2弾ということですね。この泣かない五十嵐さんを泣かせようのコーナーで、というわけでつなぎお願い。いやあと急にこんな言われても、え、これ今度爆発しろ爆発しろ。いや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 、元気さん、元気さん、元気さん、
元気さん、やっぱいい人でした。いや、五十嵐さんは正直嫌いでした。朝、夜、あ、夜な、あ、もう朝ね、電話ってちょっときつかったっすよね。じゃあお前のための持ってる、寂しいね、これ別世とかやったら、夜中4時に寂しい、ね、元気さんおはよう。いや、寂しいならいつでも待ってます。嫌いって言われてますんで。いや、練習とかきつくて正直ちょっとイラついてた。お前が練習せんからやろ。ブログで言われる。ブログですか。気まずい。僕ですか、はい、僕は好きですよ。もう本当に、もう本当にいろいろとっていう。はい、ということでね。はい、あ、なんか話してるか。いや、っていうより佐野さんが。あ、そうですか、まあいいです。ですね、はい、ということで、就職かなということでですね、今日頑張って走ってきましたよ、本当に超走りましたよ、マジ。本当にバイトだったんですから、俺朝から。でですね、ですね、今日はちゃんと買ってきました。日頃の感謝と日頃の感謝を込めて、日頃の感謝を込めてですね、あと飲み会でお世話になっているということで、俺は買ってきましたので、ぜひぜひ4月から有効に活用していただきたいなと思います。ということで、ということでね、皆さんなんか変な空気になってるんで、まああれですね、じゃあ次行こう。なんだか本当に安心したよ。無茶して心を傷つけただろう。なんだか本当に安心したよ。お前の笑顔に今会えたから。やるせない夜は街路樹をアンテナにして、あの人に SOS でも打ちまくれ。計算できない悲しみの強い風に今立ち向かってゆく。遥か彼方を目指した旅人よ。いつか再び君に出会うまでは、どうか笑顔を絶やさぬまま。
36.5度の体で乗り越えなければならないだな。36.5度の体でしっかりしなけりゃならないだな。果てしない夜は街路樹をアンテナにして、あの人の優しさを胸に泣きまくれ、どうにもならない悲しみの遥か彼方を目指し再び見とよ。いつか再び君に出会うまではどうかどうか笑顔を絶やさぬまま。って言われてね、まあ、ちょっとあのへこんでますけども、あの今度爆発しろっていうね。はい、いきます、最後の曲です。ヒーロー、ヒーローになる時、あは、それは今。ヒーロー、引き裂かれた夜にお前を話はしない。限りのは内緒、矢のように走る時の狭間で踊ることさ。今夜お前は広い門を泣かないで、この魂の全てでお前を愛してるさ。銀幕の中泣き顔のジェームス・ディーンのように今が過去になる前に俺たち走り出そう。だからヒーロー、ヒーローになる時、あは、それは今。ヒーロー、引き裂かれた夜にお前を話しはしない。人生はいつも路上のパーティー、一つ踊れば熱い思いも消えてゆく。今夜お前は広い門を泣かさないよ。門が詰まるほどに
痛みを感じてくれ。銀幕の中やせっぽちの俺たちが見えるだろう。今が過去になる前に明日へ走り出そう。だからヒーロー、ヒーローになる時、ああそれは今。ヒーロー、引き裂かれた夜にお前を話しはしない。私らしくないんですけどもメンバー紹介を、したいと思います。まず、皆様から右に見える、右にですね見える変な背の高いやつが、練馬在住コンです。次に、これベースやりながらこれ大変なんですよ。次にですね、バイトばっかりやってる五十嵐くんです。で、最後に、ベースをですね、弾いてた五十嵐です。以上です。ヒーロー、ヒーローになる時、ああそれは今。ヒーロー、ありがとうございます。